車のガタガタ言っててタイヤがパンクしたのかなんかよくわかんないんですけど、修理屋さん調べたりとか、あと自力でなんか応急処置とかで直せるものがあるのかもしれないので、ポケット Wi-Fi を持っているのでそれを使ってちょっと調べ物したいと思います。まずいろいろ調べてみたら、なんかちょっとした道具があればタイヤを外して見ることができるみたいなので、私道具はいろいろワゴン R に積んでるのでそれを使ってちょっとタイヤを外してみたいと思います。このフレームみたいなやつが多分パコって取れるはず。ネジ4つ発見しました。外すにはこれをくるくるやって外すみたいなので、私くるくるやる装置持ってるのでそれ使ってみます。じゃじゃん、こんなの発見。エマーソントルクレンチ、クレンチってやつ。じゃじゃん、じゃん、うわ何これ、重っ。これにこういうのつけてこうやってクイクイってやるんだ。でかいな。あ、奇跡のジャストフィット。ワゴンアイの中から使えそうなものを探してみます。ここにカッてすると、じゃん、こんな感じで入ってる。こうやって見てみると、これはタイヤ空気中なんとか用エアコンプレッサー、タイヤパン航空処置修理隊。これは使わないでって言ってた。なんかこんなのと、こんなの、こんなの。あ、これは多分車を持ち上げるやつ。ここに入ってる21センチのやつがちょうど良さそうだから、ドッキング。あ、いや、なんか違う、緩い。あ、ゆるゆるなのか、これじゃないのかな。19、これだと入らない。あ、入った。何これ、絶対違う。なるほど、これをカチャンってやって、あれ、こんなんでいいのか。うわー、取れてる。え、次下。
てみる一旦。走ってたらガリガリ言ってたんで、タイヤの問題、タイヤが悪いのか他の場所が悪いのか分かんないんですけど、とりあえずスペアタイヤを持ってるのでそれに履き替えさせようかなって思います。なんか手とか足とか黒くなってる。ではスペアタイヤにはめ替えます。この電動ので締めます。あとは手動で最後ピッピッてやります。こっちで、
分かんないので、一旦タイヤを下げてもう一回最後締め直したいと思います。で一旦タイヤをつけたんですけど、安全に走行できるかちょっと発車してみます。どうだ、あなんかガシャガシャいってる。ということでタイヤをつけて、タイヤを外してつけて、なんか腕も汚れちゃったし、あ全くぼやけて見えない、腕とか黒くなったし、顔も汚れたし、なんか足とかも黒くなっちゃって、結構力も必要で大変だったんですけど、今回アンズが使った道具をちょっと紹介したいと思います。まず一番大活躍したやつがこれか、思ったじゃーん、エマーソントルククレンチ、レンチってやつ。こんな感じの、なんかちょっとかっこいい丈夫そうなやつに入ってて、まあ、この本体の棒がでかくて、これにソケットっていうのかな、六角形のやつをガチャってはめたら、こうくる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 って、この音がいい感じの音、こんな感じでカチカチ言います。これちっちゃいのとか大きいのとか、今回は19センチってやつ使ったワゴン R のタイヤはこれでした。これと似てるのがソケットトレンチセット。じゃじゃん、せーの、パカッ、あー見えない、パカッ、じゃん、さっきよりちっちゃいサイズ。あ、しかもこうやってこれもカチカチ、あーちゃんとハマってないとこうなる。これもいい音します。とにかくまあこれに関してはこの赤い缶がかっこいい。こうやって持ってるだけでもなんかちょっとおしゃれ。一番大活躍したのがじゃじゃん、このパナソニックスティックインパクトドライバー。間違えた、これトラップの開けるところがあって、ここはなんかネジとか収納できるっぽい。でもこれこうやって見た時にもう開けるか、ここを開けたくなるんですけど、ガッてスライドさせてパカッて開けるみたい。こんなピンクの可愛いドライバー、だからネジ回したりするときも使える。でこんな感じで充電できるやつもついてるので、コードレスでとっても便利。予備用のもついてました。この六角形を接続するときに使ったのがこれ、読めない、レキシービヨン。じゃじゃん、こんな感じで3種類の大きさがついてます。ということでこんな感じでカー用品、車の DIY とかに使えそうなものの紹介でした。車タイヤはちょっと変えてみたんですけど不安なので、ここから JAF か修理屋さんかプロの人にお任せしたいと思います。電波がちょっと良くないので調べるために提供でいただいたポケット Wi-Fi を持っているので、それを使ってちょっと調べ物したいと思います。
で、この詳しい詳細は別の動画で紹介しているので、そっちも見てみてください。アンズの野望、いざ宇宙人。Hey kid.どのぐらいかかりますか？今まで大切にしてくれてどうもありがとう。メリー。メリー。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。 Twitter、TikTok、LINE ブームもやっているので各種フォローお願いします。バイバーイ。